韓国キョンブク教育庁は、特都教育課程の体系的な運営を通して領土教育を強化すると発表した。ケイ北教育庁は昨年4月に開校したオンライン特都教育ヌリチプサイバー特都学校が全国の学生と一般人及び外国人が使用できるようにシステム構築を完了したことにより、2022年度から全国16カ所の教育庁と連携し、学生らがオンライン特都教育を利用できるようにして領土教育プラットフォームとしての役割を担う。サイバー特都学校は、ヌリチプ画面で会員加入の申請をすると、どこででも自身の学校名として加入可能で、申請が完了するとサイバー特都学校にある初級中級高級課程の特都教育課程をレベル別に受講することができる。教育コンテンツ以外にもゲームやウェブトゥーン、ミュージックビデオ、文化芸術資料、ドキュメンタリー、リアルタイムでの特都映像視聴などが可能だ。韓国メディア UGNK 北ニュースによると、京山北道、京山北道議会、京山北道教育庁、京山北道警察庁、ウルルン郡、峰南大特都研究所、韓国写真家協会は昨年5月、特都領土主権強化のための機関間の業務協約を通して、特都領土主権の強化に積極的に協力することを決定した。